マインツ後位戦は第一次大仏大同盟戦争における短期間の工場戦である。勝利を収めたのはキスティーヌ中将を率いるフランス軍であり、1792年10月にわずか3日間の戦いを経てマインツの占領に成功した。その後、マインツ共和国が成立している。マインツ選定校でもある大司教フリードリヒカール・ヨーゼフ・ホンエルタールは、 1789年のフランス革命と決定的に対立した。トリーア戦帝公、クレメンス・ベンツェスラウス・フォン・ザクセンと同じく、彼も革命の影響と恐怖によって、フランスから逃れてきた亡命者を数多く受け入れた。これによってマインツは、コブレンツと並び、ヨーロッパにおける反革命勢力の主要拠点の一つになったのである。 1792年4月20日に戦争が勃発すると、マインツでは7月21日、亡命者が集会を開き、マインツ宣言を採択した。同宣言において、フランス国王一家に何らかの制約が加えられた場合、全力を挙げて革命勢力に反対することが決議される。もしそのような事態が発生したら、革命派への見せしめとなる行動をとることとなった。 そして国王が亡命に失敗し、バレアン・アルゴンヌで逮捕されると、マインツ選定校は退仏同盟に参加する。しかし、フランスへ侵攻する連合軍の試みは、バルミーの砲撃戦で頓挫した。それどころか、革命派は反抗の開始にも成功する。ブラウンシュバイク校はフランスから撤退した後、著しく疲弊した指揮下の部隊を、シュパイアーから来園したオーストリアの エルバッハ将軍率いる一軍で補強した。それによって、公はただでさえ、非常に薄かった神聖ローマ帝国の防衛線を弱体化させ、キスティーの中条にランダウからシュパイアー、ボルムス及びマインツへの進撃を許す。エルバッハ将軍の軍が撤退した後は、シュパイアー近郊の帝国の倉庫に微弱な保安部隊が残るのみとなった。それは、オーストリア軍一個大隊。 マインツ戦帝公領の2個守備大隊その他、様々な小規模部隊であり、総勢は3200名であった。4月29日、キュスティーヌ中将はおよそ18000名を要する1、軍を率いて、ランダウから進撃し、マインツ戦帝公軍のダミアン・フォンビンケルマン大佐、指揮下の軍団を降伏に追い込む。この成功をもって、キュスティーヌ中将は、逼迫していた。 補給物資のみならず、マインツへ、さらに前進する、選択肢をも手にしたのである。マインツでは、シュパイアーにおける敗北がパニックを呼び起こした。貴族、官僚や、聖職者の大部分が逃亡する。マインツ選定校自身は二人の代官を残し、アシャフフェンブルクの離宮へ向かった。残された市民のうち、フランス軍の侵攻を歓迎する小規模な一派を除く、大部分の,のは、 市の防衛に賛成しており、約3000名が軍に志願した。しかし、彼らを除く他の守備隊は非常に微弱であった。ただでさえ、特に強力ではなかったマインツ選定公軍は、まだ戦時体制に移行していなかったので、市内には1200名の兵しかいなかったのである。これにナッサウ・バイルブルク、ナッサウ・ウーズインゲン、ボルムス市協領、 古田市教領から新生ローマ帝国の派遣部隊が加わった。これによって守備隊はおよそ6000名を数えることになった。一方、砲兵の不足によって投入できた大砲はわずかな数に止まる。しかし、キュスティーヌ中将にとっても状況は容易ではなかった。国民公開の命令によって1792年10月1日にライン軍から分献されていた王軍のうち、 三分の一ほどは、志願兵と訓練を受けていない国民衛兵であり、銃砲も後遺戦に向けた主張もなかったのである。また、マインツの前面に長く止まりすぎた場合は、プロイセン軍やオーストリア軍部隊の来園が予測された。それでも、マインツから届く情報に勇気づけられ、彼はゆっくりと要塞へ進軍したのであった。10月18日の晩には、 フランス軍の前哨である、両騎兵一個連隊が、要塞の前面に到着し、二箇所の歩類の奪取に成功する。ジャンニコラ・ウシャール大佐はこれについて、次のように記録している。1815年頃のマインツ要塞、ハウプトシュタイン歩類は、中央から左、防壁の前面にある。10月19日以降、フランス軍は、 マインツの視界の内側に進出し始めた。遊軍の右翼はヘヒツハイム近郊に、左翼はライン側に到達していた。我々はブレッツェンハイム、ツァールバッハ、ゴンゼンハイム上流の粉引小屋とモムバッハ近郊の森の周辺を占領する。本営はマリーエンボルンにあった。遊軍の戦列の一つはツァールバッハから要塞砲の射程内に入り、 外歩から砲撃された。その際、味方の兵から数名の負傷者が出ている。これによって我々は、野砲ではなくて、榴弾砲を用いなくては、ハウプトシュタインホルイト防壁を制圧できないことを、すぐに理解した。さらに、マインツの防壁に非常に多様な砲が配備されている、ことを認識せずには済まされなかった。我々の六ポンド砲では、ここで何らかの効果を上げることなど、 不可能であった。公平指揮官、クレモン星は灼熱させた砲弾の使用を提案したが、キュスティーヌは笑っていった。放火犯にならなくても、この街を確実に奪ってみせると。突撃や長期の行為は考慮に値しなかったので、キュスティーヌ中将は計略を用いた。ボルムスで大量の天幕を露飾していたので、彼はフランス軍の野営を拡大し、 防衛軍に兵力と意図を悟られないように数々の疑瞞行動を開始したのである。他方、防衛軍はフランス側の疑瞞にはまった。少なくとも外保の一つを奪還し、要塞からの散発的な砲撃で後位軍を遠ざけることには成功したものの、総督義務に非中将は大きな心配に包まれ、意気承知した。すでに7年戦争の間にも、 オーストリアとマインツ選定綱領の公平士官は、防衛に少なくとも8000名の兵力が必要で、あるとしていたのである。指揮下の兵力はこれに遠く及ばない上、その過半数は武装した、市民、訓練を受けていない新兵や消費軍人であった。このような状況下にあっては、ギュムニヒ中将も、彼の軍事顧問も、要塞の防衛は成功しないと考えていた。10月20日、 キスティーヌ中将は防衛軍を総攻撃の通告で脅し、最後通告を突きつける。要塞の司令部はこれに萎縮した。神聖ローマ帝国において最も重要な要塞の一つの命運を決める7名の将軍の中である程度、従軍を経験していたのはフランツルートビヒフォンハッツフェルト中将のみであり、戦闘において1個以上の中隊を率いたことがあるのも彼だけであった。 しかし、カールスホルイの一部の指揮官として、軍事顧問団の中でも、完全に幻滅しており、本当に攻撃が行われた場合、特に彼が受け持つ部分は維持できる見込みがほとんどないと主張する。フランス軍はそれまでに、これといった成功を収めていない上、先帝公の代官である、アルビーニとフェヒエンバッハは老状の継続を、進言したにもかかわらず、諸将は、降伏を決意した。 10月21日、要塞はフランス軍に降ったのである。これらの日々を境にフランスと新生ローマ帝国の関係は変化した。マインツ要塞には残留した住民の数を上回る2万名の守備隊が配置される。占領軍は基本的にはフランス革命に反対していなかった住民にその利点を納得させようと試みた。これと対峙したのは 占領軍がもたらした食料の逼迫と、それによって引き起こされた住民の深苦である。その一方で、今や選定校の宮殿に今日移した、キュスティーヌ中将は選定校寮の大学と、不動産を保護するべく手を尽くしている。そのため、市民の多くは、フランス軍を侵入者ではなく、解放者とみなした。キュスティーヌ中将にとって、マインズの攻略は進撃の予期せぬ成果であった。 彼は一気に新生ローマ帝国内における確固とした拠点、それも西方国境で最大であり、戦略的にも最も重要な要塞を手にしたのである。これにより、国民衛兵によって応急的に増強された自身の軍団でも、プロイセンとオーストリアの軍をひとまず遠ざけることができるようになった。さらに、追って設立されたマインツ共和国は、 この行動に正当性を演出しさえしたのである。大仏大同盟諸国にとって、マインズの疾患は、フランス本国へのすべての進行計画の終焉を意味していた。それは、マインズを奪還しない限り考慮に値せず、そのような再占領には、非常に長い時間がいると思われた。マインズ選定考慮と新生ローマ帝国にとり、マインズの疾患は敗北の一段階のみならず、 帝国とドイツにおける紹介諸綱領の終わりの始まりを告げるものとなった。マインツ市民で、後にマインツ共和国の幹部となったヨハン・アロイス・ベッカーは、友人に次のような所簡を認めている。ようやく我々の国民は鎖を振りほどき、人権を要求できる。もうすぐ我らは自由になるのだ。すでにフランス軍による後為戦の何日か前から、 私は大きな喜びを感じていた。自由と平等はついにマインツにも届いた。フランス軍は今や、まず数日前にこの町からの退去を優先した我らの暴君の喉元に迫ってる。私は我々の貴族の旦那方を襲った巨大な絶望を見やり大いに楽しんでいたことを認める。彼らはフランス軍の接近によってパニックに陥り、 持てるものすべてと共に街を去ったのだ。ジーン・ルイス・コミル・ゲイ・デバーノン、バロン・ゲイ・デバーノン、メモアール・シュール・レア・パーシャンズ・ミリテア・デ・ゲナロ・イ・エヌ・シェフ、カスタイ・ニア・シャー、ペンダント・レアン・ネー1792・1793・17ファーマン、ディード・フレイル、1844、P63、ルブック、クリスチャン、カーマ・インツァー・ミリター・ウント・ランドスターム・イム・イム・イチ、 ウントニ、コーエリシャンスクリング、HRSG、RWM、バーラグ、パデボーン2016、P215、ルブック、クリスチャン、カーマインツァミリターウントランドスタームイム1イ、ウントニ、コーエリシャンスクリング、HRSG、RWM、バーラグ、パデボーン2016、P242-250、ヨハンアルイスベッカー、デトラーモンメユーアミ、 29のバンブラ1792、マインツ市営古文書館、第151収書集。ありがとうございます。